皆様こんばんは。こんばんは。この度は熟年生活講座脳の進化と意識にご参加いただきまして誠にありがとうございます。お時間となりましたので、ただいまより熟年生活講座脳の進化と意識パート2の方を開催させていただきます。本日は前回に引き続きまして NPO 法人オールアバウトサイエンスジャパン代表理事西川真一先生にさらに講義を進めていただきます。最後までどうぞお楽しみくださいませ。講演をいただきました後に前回同様質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思いますので、その際に西川先生に直接質問ができます貴重な時間となります。お伺いしてみたい、そういうことがある方はぜひともご質問くださいませ。また今回も前回とちょっと違った内容のアンケート用紙を配布させていただいておりますので、今後の講演会の参考とさせていただきたいと思っております。ぜひご記入のほどよろしくお願いいたします。それでは早速西川先生ご講演いただきましょう。先生よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんこんばんは。2回この前に続いて2回目なんですけども、タイトルもうなんかうちのメンバーの人が可塑性って何やって言われてしまったんですけども、英語で言った方が分かりやすいこともあるみたいですね。フレキシビリティですね。だから今日はまず脳の発達、これは実際には前回で終わろうと思ってたんですけどもの話をした後、記憶についてちょっと考えてみよう。ですからこういう研究っていうのはですね、全部動物でやるっていうわけにいかんですね。すなわちやっぱりこう発達、人間のやっぱ脳が一番大事で、一番大事かどうかは分からんですけども皆さんにとっては大事ですから、でそうするとどうしても人間の病気を使って研究するということになります。ですから今日はたくさん病気の話が出てくると思いますので、なんかちょっと気になることがあったらどんどん質問して、途中で質問していただいてもいいですか。要するに前回のおさらいで割と簡単でですね、要するに脳は神経細胞のネットワークですよと、これだけです。だからあんまり難しいこと考えなくて、ただああいう複雑な神経細胞がネットワーク作ってますよと、だからそれが脳ですよっていうことだけ一応頭に置いていただいてですね、ちょっとこの発達と可塑性っていうのをやる。で可塑性って何かっていうと、先ほどフレキシビリティで言いましたけども、これは一応自由に彫刻のように作れるということですよね。ですからその今脳は神経細胞のネットワークやと言いましたけども、自由にネットワークを書き換えることができるっていうことですね。可塑性っていうのは自由に刺激に応じてですね、皆さんこう頭の中に手突っ込んで何かな、なかなか難しいですが、刺激さえあると自由にネットワークを変化させることができるということを可塑性と言います。でこの前ちょっとお話ししたように、実際に脳っていうのは毎日毎日もう本当に1時間ごとに変わっています。例えばこれ一方の神経を実際生きたネズミで見てるんですが、ここにあったものはもう1週間後にはないですね。一方逆に新しいここにできたものも今度はまたなくなるということで、皆さんの一本一本のネットワークはですね、こういうふうにこう毎日毎日要するにつなぎ方が変えられてるんですね。これが要するに脳の複雑なところでもあるわけですけれども、基本的に可塑性を支える仕組みなんですね。ですから皆さんが刺激があればあるほど、はっきり言うといろんな神経の書き換えが行われている。刺激がないと神経の書き換えはあんまり起こらない。でこういうのを可塑性っていうんですけど、可塑性が何であるかどうか、どうやって調べるかということなんですが、こう面白いですね。これはちゃんと論文にでもあるんですね。でロンドンのタクシー の運転手の後で出てきますけども、海馬というその記憶に関わるところ、作業記憶に関わる、だいたい 10% から 15% 大きいですね。でこれはもう毎日毎日新しいその
経験されてるのと同時にですね、まあ、ロンドンという、まあ、路地を全部覚えてられるんですね。ですからこれ僕が予想できるのはですね、もう GPS が結構導入されてきましたから、まあ、この話はだんだんなくなるでしょうね。だからやっぱり全部路地を覚えて毎日毎日その、路地を体験しですね、新しいお客さんと話をしてるとですね、要するに海馬は、普通の人より 15%、 逆に言うと僕らがまあ大体のんびりした生活してるということですね。一方ですね、逆もちゃんとあるんですね。アマさんはアルツハイマー病になりやすい、これもちゃんとあるんです。でアマさんの研究って結構行われていてですね、例えば、子宮がんになりにくい、あるいは乳がんになりやすいとかですね、いろんなのがあるんですが、それ以外にやっぱり毎日毎日同じお勤めをされるわけですから、だからはっきり言うと海馬さんになるということはその俗世のいろんな刺激を忘れたいと思って行かれるわけですね。でその結果ですね、やっぱり刺激が少なくなってやっぱりアルツハイマー病になりやすいんですね。で面白いです。それから2カ国語を話す人はボケにくい、これもねちゃんと論文があります。なんとスコットランドで1936年に始まった研究があってですね、それが2014年ぐらいに出ましたかね。これちょっと簡単に言いましたけど、実際にはもう80年ぐらい、研究が始まってから80年経っているということは研究を始めた人はもういないということですね多分。で、実際にはですね、これが、スコットランドですけれども、かなりの率で2カ国語ができる人はボケないんですね。ですから良かったなと思っている人多いと思いますけれども、まあそういうぐらいやっぱいろんな経験があればあるほどそのどうですかね、脳っていうのはちゃんと発達するということが、まあ、これから分かるわけです。でそういうことを初めて、ちゃんと、まあ、動物で証明した人が、ヒューベルト&ウィーあのヒューベルトという人と、それからウィザーという人なんですけども、この人はどういう実験したかというと、猫のですね目を塞いで育てるんですね。あるいはひげを抜いて育ててもいいんですけども、そうすると抜いた、目が見えるエリアがもう発達全然しなくてですね、猫は目が見えないんですね片一方。ですからちゃんと5体満足で生まれても見るという経験がないと、要するに完全に視覚を回復することはできない。それは別にどう言いますかね、完全になくなってるっていうわけじゃないですけども、やっぱり見えないですね。だからそういうことから考えると、やっぱり脳は特に子どもの時はいろんな刺激で、その発達させていくことがいかに大事かということは分かります。でただとはいえですね、別に高齢になってからでも遅くはない。でこういうプログラムが、まあ、今たくさんされてますね。論文的に言うとですね、例えばテレビゲームも結構いいんですね。ただちょっと間違っていただくと困るのは、一つのテレビゲームだけやっても分かんないですね。だからまあ、そういうゲームは売ってませんけども、一つのテレビゲーム、例えば自動車を運転しながらクイズが出てくるというぐらい複雑なものを同時にやると、まあ、2カ国語と同じでやっぱり要するに認知症の危険を防ぐことができる。ですからそういうどう言いますかね、モデルっていうか、まあ遊びを設計しようといろいろやってるところは僕はあると思いますね。ですから、まあ、こういう形でいつまでたってもちゃんと脳を発達しますよっていうことが大事なんですね。でこれが何を意味するかというと、経験が脳を発達させる。で脳はネットワークですから、皆さんの脳を毎日毎日経験が書き換えてくれてるんですね。その書き換えてくれてるっていうことは、まさに皆さんの個性が生まれるっていうことなんですね。まさに個性が生まれるっていうこと、すなわち僕と皆さんとは違う経験をするわけですから、それが個性を生み出していくことはもう間違いないわけですね。
で、そういう問題にやっぱり最初に気がついたのは、もちろん脳科学はないですが、フロイトという人だと思いますね。フロイトは脳科学というよりは、精神科のお医者さんなんですけども、ちょうどカハールが生まれたぐらいの時に、やっぱ活躍してたんですけども、皆さん一番よくご存知なのはそのエディプスコンプレックスという話で、フロイトの自我っていうとこの絵が描いたんですね。彼自身が描いたやつなんですけども、日本語以外はですね。でどういうことかっていうとですね、フロイトは生まれてきた真っ白な脳にいろんな経験が積み重なって自分ができる、自我ができるっていうんですね。でこれはもう誰でも言いそうな感じなんですけども、その時に要するにちゃんと発達の順番があって、でお父さんに対するコンプレックスっていうのが後から芽生えると。でどういうことかって言いますと、実際には皆さんお子さんを持たれた方は分かると思いますけれども、1歳ぐらいまではほとんど顔も認識できないですね、遠視で。ですから要するに視覚、僕らはほとんど視覚に頼って生きてますけども、あまり視覚っていうのは役に立たないんですね。で一番最初にやっぱり子供が、外を経験するのはお母さんのおっぱいでしょうね。で実際に光心反射っていうのがあって、どうですかね、こう指をこう動かすとこう口で追いかけますよね。でそれはやっぱりそういう外に向かって、新しい体験をする仕組みが僕らの頭の中にちょっと子供にはちゃんと備わってるんですね。でもちろん僕らになると光心反射はなくなって子供の時だけですけども、それはお母さんが一番大事で、お母さんのおっぱいを追いかけるっていうことをやるわけですね。でその時に子供たちの頭の中にはそのお母さんのおっぱいが一つのなんか外界として経験されていくわけですね。でところがですね、2、3ヶ月ぐらい経つとですね、誰かなんかわけのわからんもんがパッと急に、抱き上げて、お父さんですわな。で何やしらもう不安な感じになるわけですね。お母さんを、取ったりするわけです。ですからそういう経験をしてだんだんと感覚が見えてくると、なんかずっとお母さんを独占できると思ったのにそうでないということが分かってくる。でそういうことでお父さんのイメージというものを認めるために自分のお母さんへの愛情というものを抑えるとかですね、そういうことを書いとるわけですね彼は。でそれはちょっと、いろんな病気から彼がそういう推察したわけですけど、やっぱり大事なことは要するに僕らが今からは思い出せないことも本当は自分というものを指標にしてきちっと経験した後抑えてると。フロイトのポイントはそこですね、抑えていると。要するに皆さんの お父さんへのコンプレックスという自分のその母親に対する性的な愛情というものは抑えているというようなことをちゃんと言ったわけですね。ですから無意識というものもただなんとなく後で意識の時で次回言いますけれども、要するに全く意識されていないものから意識は一回入ったんだけどもそれを抑制したものまでちゃんと決めてるわけ で、こういうものをですねフロイト全部読むと大変なんで、しかし脳科学で書くと分かりやすいですね本当のところは。だから僕はこの頃いろんな哲学者 の説をですね脳科学で書き直すというのがあって、この前も芸大で関東の美学をですねちゃんと脳科学で書き直すというのを音楽家の前でやりましたけれども、そういうふうに考えていくと実際にはその遺伝的に皆さんが生まれてきた時に脳のネットワークがあって、それを外側からの初めの小さな経験ですね、今皆さんが毎日毎日やってられるよりもはるかに小さな経験で書き換えていくわけですね、自分自身の脳を。でそこに徐々に感覚発達してきますから、もっともっと広いものが感じられるわけですけども、最初に作られた自己というものはもっと大事な役割をしますから、どういうふうに役割をするかというと、この最初に作られたものを基礎に
次の経験のどれを自分の書き換えに使うかっていうのを順番にやっていくわけで、まあ、これはフロイトの考え方ですけども、でそれ以外のものに関しては抑える。でここに一番重要なものは決して道徳でも何でもなくて、まあ、皆さんの感情であったり欲動であるっていうのが、まあ、フロイトの考え方です。ですからこういうふうに考えると、分かります。で今まで経験というものはいかに大事かっていう話をしましたけれども、ここも大事なんですね。しかし遺伝的に決められたネットワークというのがまず一番最初にあります。でじゃあ胎教はどうなんか、子どもの時の、いろんな教育はどうなんかというと、やっぱり脳が感覚器を通して、経験できるともちろん胎教も意味があります。しかし例えば、いくらモーツァルト聴かしてもですね、音楽家になりたいという人はないです。ところが言葉、日本語の言葉はやはり子どもの時お腹の中で聞いてることのリズムが子どものやっぱりどちらにどう言いますかね、親和性を持つかというのを決めるということも分かっていますから、やはり胎教というのも大事だと思いますが、しかしそれをよりももう一つ大事なのが最初にできる脳の構造なんですね。でなんでそれを言うかというと、例えば後でちょっと話しますけども、自閉症なんかを見るとですね、実際にもう片方の、双子の研究ですけども、片方の、まあ、兄弟の片方が自閉症になった場合に、もう一人が自閉症になる率っていうのはやっぱ8割を超すんですね。でこれは統合失調症も同じです。ですから精神の病気って意外と全部環境だけで あるように思われますけれども、実際にはやっぱりこう生まれついての問題っていうのは結構多いんですね。で一方例えばちょっと見てもらうと、乳がんとかですね、それからリウマチ性関節炎なんかはやはり片一方がいくらリウマチ性関節炎になってももう片一方はそんなに、ならないですね。ですからやっぱり環境よりはその脳の最初のネットワークが重要であることも事実です。でこういう発達を考えるときにやっぱり今一番重要な問題というのはですね、その人間の場合はどうしても言葉っていうのが大事なバロメーターになります。でそれは皆さんご存知のように、まあ、最初は言葉かどうかわからんような声を発していって、まあ、2歳ぐらいから完全に言葉をちゃんと話すようになって、3歳ぐらいで完全に文法も含めたしっかりとした日本語な日本語を話すようになる。ですからこういうプロセスっていうのを、の異常っていうのを考えると、いろんな形でその発達の異常あるいは発達の可塑性っていうのを理解することができるんですね。ですから、まあ、ここの発達の中で、まあ、2つの話をちょっとしたいと思いますけれども、1つはまあ皆さんもよくご存知の自閉症で、これはですね、まあ、男性に多いんですけども、アメリカではだいたい男の子のですね、まあ、どこまで自閉症というか難しいんですけども、だいたい 2% ぐらいがですね自閉症と診断されると言われてますね。女性は少ないです。まあ、それでもやっぱり、80人に1人ぐらいいるかな。だからアメリカでも多分我が国でもやっぱりかなり重要な問題になってます。で皆さん自閉症の症状ってどういうことかというと、まあ、3つ必ず自閉症っていうものを特徴づけるのは3つの話が症状があって、1つは要するに社会性の低下があるというか、まあ、あまりこうお母さんも含めて、付き合いたがらずに一人で行動する、で同じ行動を取る、それからやっぱり一番大事なのが言語の言葉を話すのが遅い。でこれはやっぱりなんか知能が別に正常でもですねやっぱり遅くなるんですね。でなぜこういうことが起こるのか、まあ、もちろん他にもいっぱいありますし、それから自閉症の場合はですね、もう明確な突然変異の病気の場合でも同じような症状になります。ですから発達の障害が起こる
ことで自閉症っていうのは、まあ割と症状としては起こりやすいことで、別に一つの病気の名前で自閉症っていうんではなくて、今は自閉症スペクトラムという言い方をします。ですからそういう症状が全部ある全体をスペクトラムという言い方をするんですが、まあ、これはまあ僕が考えてるだけなんかもしれませんけども、基本的にはやっぱりこの社会性の低下があるんじゃないか。でそれはですね、先ほど後進反射の仕組み、口を追いかける、僕らの本能の中では外界を求めてその追いかけるというやっぱりその欲動があるんですね。だから情動でお母さんを追いかける、最初の場合はそれが経験になります。ですからほとんどの子どもはやっぱり動くものがあると、まあ発達期に必ず追いかけるようになります。ですから僕らは本能として、外を一生懸命その追いかけようとする、外と付き合っていこうというのが僕らの重要なやっぱり本能なんですね。でそれがないと要するに子供のができない、要するに他の人と付き合おうと思わないとなかなか言葉の発達が出ないんではないかなというふうに思います。でじゃあ反復行動は何でかっていうとですね、これは多分あまりその外側が変化したらこの子たちは困るんですね。やっぱりあの他の人がまあバタバタとこう変化することを嫌がるために同じ行動を取るんだろうと、まあこれはもういろんな考え方があってそれを受け入れる必要はないと思いますけれども、じゃあなぜ社会性の低下がそのもともと頭の中に組み込まれているかっていうとですね、これは決して子どもさんが 育て方が悪いわけではなくてですね、これはもう組み込まれているんですね。でそれはどういうことかっていうと、例えば最近だと赤ちゃんの段階で自閉症診断症っていうのがあります。でそれはテレビで顔を見せるんですね。で自閉症の子っていうのはですね、あの普通の子はこういうふうに必ず目を追いかけます。ところが自閉症の子っていうのは口の方であまり目を見ないんですね。でそれはお母さんも感じられてることで、これはやはりこう外側に向くそのどうですかね、脳のネットワーク自体がやっぱり自閉症の子供は違うというふうに考えられてます。実際にあの違うという、まあ、あの証拠がたくさん出てきてるんですね。でその結果要するに他の人とコミュニケーションを取ろうとしないと言葉が遅れますから、これはまあ直す確率ちゃんとやれば、直していける確率があるんじゃないかと思うんで、でなぜそれを言うかというとですね、要するに言葉ができるっていうのは決して知恵が知能が進んでるからだけではないんですね。でそれの典型がこのウィリアムズ症候群という病気があります。でこれはですね、あの遺伝子の大きなエリア、まあ、大きなところこのぐらいの遺伝子が全部ズバッと抜ける病気なんですね。で片一方だけで抜けるんですけども、ですから遺伝子の原因をはっきり分かってます。でほとんどの子供が同じようなことがあってですね、決してあの脳だけではないんですけれども、まあ、顔心臓が悪かったりといろんな奇形ができてきますが、脳のところではですね、これ見ていただくとですね、もうむちゃくちゃ人懐っこいんですね。もうこれほど愛される子供がいるのかって思われるぐらい愛されるあの顔つきをしてます。で困ったことにですね、まあ初対面の人でもじっと目を見てですねついていくんです。ですから誘拐される心配があるぐらい、その外側の変わったものに対する恐怖心がないんですね。普通は僕らはやはり他の人と付き合うのもちょっとは抑制してるんですね。でその抑制がもっと強いと自閉症の子になるんですけども、抑制が完全に外れちゃうとウィリアム症候群の子供になる。ところがですね、この子はだいたい IQ で60ぐらいなんです。これだけ大きな変化がありますから。ところがですね、お母さんを喜ばすぐらい言葉は素晴らしいんですね。もう単語はよく覚えるし、うちの子供は天才ちゃうやろかとお母さん思うんです本当に。いやところが知能テストをやると IQ は低い。でこれはどういうことかっていうと、やっぱりこう外へ求めて一生懸命こうコミュニケーションを図ろうという気持ちが
その言葉っていうものを十分そのサポートする、まあ、あの言葉の学習をサポートするっていうことが分かる。で最近ですね、これ以上にもっと面白い話、ウィリアム症候群の子供っていうのはやっぱりあの今言葉を研究している人たちはやはりあの大事なあの数はたくさんいませんから、一生懸命研究してますが、それだけではなくてね、ここに書いてますけど、最近ですね、犬と狼の遺伝子を比べた論文が出たんですね。でなんと 犬は人懐っこいですね。で狼は全然人に懐かない。これウィリアム症候群のどの遺伝子だったか忘れたですが、犬はウィリアムの子供と同じように一部が欠けてるんですね、ここの場所。だから犬は皆さんと懐く、だから犬がまああの要するにドメスティケーションと言いますけども、家で飼えるようにする過程でこのウィリアム症候群みたいなものができちゃったんですね。これも大変なあの僕は発見だと思いますけれども、そういう意味でその発達というのは十分その単純に知能だけでない、で言葉と、で面白いのはウィリアムの子供も自閉症の子供も音楽がよくできるんですね。ですから違うチャンネルを使えばこういう形でいろんなあの可塑性を使えることができますから、まあこれからはですねやっぱり早く診断して、で、脳の可塑性を利用して、まあ、回路を書き直していくということで、自閉症を治そうという動きがあの一生懸命ある。なかなか日本ではですね、研究がそれほど進んでないんですけど、アメリカはですね、まあ、人数多い、それからあのトランプさんの息子さんもそうですね、多分ね。でそういう感じから考えるとものすごく力を入れてやってますね。ですから、まあ、今言いましたように自我っていうものは要するに外側から作られていくと。しかし面白いのは要するにたくさん皆さん経験されてるわけですけども、今日僕の話を聞いて忘れるかどうかっていうのはやっぱり皆さんが決めるんですね。ですからそういう意味で毎日毎日経験と自分と判断を繰り返しながらいろんな行動を決めていきますから、まあ、こういう意味で、完全に自己を書き換える行動、経験を選んで書き換える行動っていうのが、まあ、皆さんの、まあ、何十年か知りませんけども自我形成もそう大事で、そこを考えるとですね、やはりこのどの経験をちゃんと意識して、でどれを自分の書き換えに使って、でそれをちゃんと書き換えれるか記憶できるかっていう、この2つの問題は人間の頭を考えるときに最も重要なんですね。ですからまあ記憶の次は問題にちょっと入りたいと思いますけれども、記憶っていうのはまあ皆さん当たり前やと簡単に思われるかもしれませんけども、まあ、実際に細胞学的原理は割とよく分かってですね。でこれもあのノーベル賞もらったあのエリック・カンデルさんという人がいてですね、でこの方は精神科の医者なんですけども、ノーベル賞をもらった研究はなんとこの、アメフラシという、まあ、ものすごく単純なあの動物を使ってですね記憶の研究をされたんですね。でどういうことかというと、あのもう要するにアメフラシはこの水管から水をピュッと出すわけですけれども、水管に、まあ、ちょっと触ってるとそのエラを縮めるんですね。でこういう反応を弱い刺激を繰り返すとすぐに縮めるようになる。でところが、もっと強くやると長い期間その、まあ、要するになんていうかな時間単位じゃなくて1日2日1週間というオーダーでちゃんとそれが記憶されるということを見つけてですね、でそれはもう今日はもう詳しくと言いませんけれども、まあ3つの細胞の中の生化学的な仕組みがありますよということを言ったんですね。で実際には早い変化と細胞の中ですぐに起こる変化と、それから要するに核に働きかけて遺伝子の使われ方で起こってくる変化と、それから皆さんの要するに細胞の形が変わるのと同じで、先ほどシナプスの形が変わる、もっと3つ目の大きな変化、この3つが順番に
ちゃんとコントロールされることで記憶ができますよということを、まあ、彼は証明したんですね。 ですから、その先ほど見せた最終的にはですね、1日2日の段階で最終的には形が変わって、分化して形が変わって、ネットワークの書き換えが行われることが最終的に記憶であって、でここに関してはどういう分子があるかというのも大変よく分かってます。ですから、だからといってじゃあ記憶がようならお薬かというのはそうはいかんのですけれども、実際に何かが、なくなるとですね、あるものがなくなると記憶が飛ぶ、まあ、例えばアルコール飲むと記憶が飛ぶとかですね、そういうことのプロセスというのも大変よく分かっている。でしかしながらですね、ですから今言いますと、ちょっと待ってよ、これも飛んじゃったな、一番最初の刺激は細胞の中の、まあ、生化学的変化ですね、もう要するに分単位の変化が起こります。でこれが要するに細胞自体の反応を変えるわけですけども、その後で転写というのは遺伝子が、新しい遺伝子が出てくると、これはやっぱり時間単位の範囲で1日内で結構変わる。しかしながらその後でもう少し、例えば皆さんの皮膚が皮膚であり続けるという変化が起こって、と長期の記憶ができるんやということが、まあ、この、カンデルさんの、まあ、有名な研究の話なんですね。で、まあ、これは基本の記憶の細胞のレベルのお話なんですね。でところが一旦先ほど言った複雑なネットワークになると、これはむちゃくちゃ複雑です。でそれは例えば記憶だけでもですね、例えばお医者さんとして診断するには、まあ、いろんな記憶をちゃんと分けて診断せないかんですね。でもちろん長期記憶の中でもですね、あ、ごめんなさい、非陳述記憶ですね、これ間違ってますね、陳述記憶と 非陳述記憶というのがあります。で実際には皆さんが普通に、まあ、工事の脳機能としてやっておられる、例えば、毎日どういう生活をしてそれを覚えてられるっていうのは、それがどういう意味があったのかというのを覚えられてるっていうのは、全部この陳述記憶っていうのをわざわざ言ってるわけですけれども、もう一方で非陳述記憶っていうのは、よりどう言いますかね、体の動きとかで、例えばスポーツ選手あるいは音楽家がですね、もう無意識にバイオリンがちゃんと手が動く、それから、スポーツ選手が無意識にあるフォームがちゃんと取れる、まあ、体操の選手もそうですね、みんなこれ意識してたらあかんので、それを無意識にするっていうのがこの非陳述記憶で、手続き記憶って言います。で例えばアルツハイマー病になった時に何がおかしくなるか、あるいは他の病気になった時にどちらの記憶がおかしくなるかというようなことをちゃんと診断しないといかんですね。でそれぞれの記憶のあり方にはそのどう言いますかね、かなりのことが分かってるんですけども、もうはっきり言えることは、ともかくたくさんの領域が、たくさんの領域がこの記憶の成立に関わってるということなんですね。だから何かこうどっかにIC があってですね、メモリーというものがあって、そこに記憶が単純に皆さんの脳の中で、その溜まっていくんではなくてですね、もういろんな場所が動員されて、でしかもバラバラに記憶というものが行われる。でこれはちょっともうちょっと具体的に言いますけれども、ですから結局これ難しいのはですね、こんだけたくさんのところ使ってると、ちょっと一つでもおかしくなるとやっぱ記憶って飛んじゃうんですね。ですからその記憶の障害っていうのは、まあ、皆さんいろんな形で、感じられることが多いと思うし、まあ、僕らでもなかなか名前も出てこないんですし、まあ、そういうことが、起こるのもたくさんの、まあ、部分が、記憶に関連している。で実際に感じたものを
きちっと全体のネットワークにもう一回つなげていってくれて、でその中でぐる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 サーキットを回していって判断をしていくとかですね、そういうことを全部やらないかんですね。でこれがどんだけ大変なことかいうのをちょっとだけ例でですね、お話をしたいと思うんですけど、僕ら40年前にちょうど留学した時に1回だけ、今も行ったことないんですけども、アントワープの美術館に行ったことあるんですね。意外とアントワープなんてちょっと穴場やから行ってる人って少ないと思います。行かれた人はないでしょうね多分。しかしアントワープってルーベンスの生まれた町なんで、まあ、割と美術ファンにはまあ、好きルーベンスの家もあるし、まあ、行きたがるところですね。それから多分皆さんはもう僕らもうちのおかみさんもそうですけども、フランダースの犬という本を読んでですね、このアントワープの教会のことをよく覚えてたわけですね。でそれから全員行ってみようかっていう話で、まあ、美術館に行く。で美術館に行くと僕らもゆっくりちゃんと時間かけて見たんですけど、はっきり言ったら全部忘れてますわ。でそのぐらいやっぱりこう絵を覚えておくっていうのは大変難しいんですね。しかしながらとはいえ、なんかもう一度行くと、あの時見たなっていうのが思い浮かんでくることがありますよね。ですからそういうものが記憶の不思議なんですね。でまず大事なのはですね、じゃあ絵を見てる時にどういうふうに見てるかというと、決して写真撮るようには見てないんですね。でこの頃はアイトラッカーというのがあってですね、実際に、まあ、皆さんが絵を見た時にどこ見てるかというのはすぐ分かります。でもちろん男性と女性では見るところも違いますけれども、こういうふうにこういろんなところがとパッパパッパ見ながら、その全体のイメージを作っていくんですね。ですから決して写真みたいにポッとこう全体がそのまま脳の中にあるわけじゃないです。で僕らの目もですね、実際には高橋先生がやってる黄斑とかいう部分にいろんな神経が集中してて、決して全体を見るっていう方向にはないんですね。でこういうものをどういうふうに処理しているかというと、実際には脳のいろんな場所に、行きます。で見たもの自体、網膜通ったものはみんなここへ来るんですけれども、皆さん要するに見た時には目が動いてますよね。でどっち側にあったかというと、そういうものも全部目の動きも全部カウントされて、違う場所、これ運動エアとかそういうようなところで全部あるわけね。それからその絵を見てる時に何かどっかで大きな声を出してる人がいたとかいうのも、そうすると耳から入りますから、そういうものも全部統合されていきます。ですから一つの絵を見るっていうこと自体にもう大変なプロセスが進んでですね、で最終的にこれを表象というんですけども、いくつかのエレメントが組み合わさった一つのまとまりのイメージのができます。でそのイメージ言った時にも皆さん絵のことを考えてもらうと難しいんですが、要するにそのそれぞれのポイントを僕らの頭の中で分散して覚えさせてるわけですね。でそれ自身が実際には一つのイメージに関わって、もう全体このぐらいのネットワークが本当はもっともっとあるでしょうね、関わってるということは分かります。ですから絵を見た時にどういうことが起こるかというと、まずパッと見た時にこのそれぞれの網膜の刺激っていうのは1秒以内で短期記憶としてここに入ってきます。でしかしながらそれを作業記憶っていうんですけども、1個だけ見たんだらもう本当に真っ黒な点だけになりますから、それを絵にもう一回仕上げていくということが必要なんですね。ですから皆さん一つの絵を見た時同時に見ませんから、目を見た時と足を見た時、全部それを一つのイメージとして仕上げていきます。でそれはもちろんトップダウン の絵とはこういうもんやっていう皆さんのすでにある、脳の力がいるんですけども、こういうのに20秒ぐらいかかります。でその後最終的に記憶としてこれを長期記憶にどっかにこうやっていくんですね。でねこれがまたもう一つ面白いのは、ですからまあ分かりやすく言うと、実際に記憶をまず作るときにですね、いろんなところが活動して、活動します。でそれをまあ実際には海馬というところがあるんですけども、そこがまとめ役があってですね、
で、その全体をまとめましょうっていう回路ができます。で、その辺を今例えばすぐ見たばっかりの時にあの絵どうやと横から言われるとピッとこのその声がここを刺激してですね、あ、こんなんやったなっていう話をするんですけども、それが長期記憶になるためにはこういうふうに他のものとさらに関係づけられるということ、まあこういうことが起こっていくということですね。ですから皆さんが普通にコンピューターで使われているメモリーとまるっきり違う仕組みになっています。ですからちょっと面白いのはですね、こういう構造になっているとまず完全に覚えることって絵の場合はほとんど不可能ですね。ほとんど要するにバラバラのものを要するにまとめて見てるんですね。ですから結局はっきり言うとほとんどどんな絵でしたって言われるとほとんど何も覚えてないことが多い。しかしですね、まあ、皆さん美術館に行かれると妙に覚えてるのありますね。で、僕らの場合はね、この聞いたことがない画家やった、僕らも初めての画家やったということで、その風景っていう方の、まあ、これ要するにルネッサンスよりちょっと前の絵としてはびっくりしますよね。で、それはやっぱ覚えますね。ずっと、もちろん目をつぶって全部思い出せって言われたら思い出しませんけれども、やっぱりなんかこう今までの自分の持っているイメージとは違うものっていうのは覚えやすいですね。で、それとやっぱりなんとなくエロチックなところもあるから感情にも訴えてくれてるというところがあります。で、もう一つですね、ですからこういう絵をじゃあどういう形で僕ら思い浮かべてるかというと、これも大変なんですね。これはですね、僕らバラバラにこういろんなところにこう分けて、まあ、記憶してるって言いましたけど、それをもう一回ここに集めてくるんですね。ですから皆さんに目を閉じて今の絵を思い出してください。なかなか思い浮かばへんと思いますけれども、今見たもんでもなかなか思い浮かぶ。それはなぜかというと、それエレメントを全部もう一度網膜が見る場所に集めてきて見るように思い出してるんですね。で、目をつぶって見てるんです。ですからね、これ面白いのは右側の例えばものが認識できへん人ってできるんですね。どこですか、この脳がここがそっちを起こしますと、まあ、左側のものは見えるけど右側は見えない。で、その人にですね思い出してもらうんですね。まあ、三宮の駅を見ながら右に何がありますかって聞くとですね、右手は見えませんから分からへんですね。要するに見たように思い出してるから。で、ところが左に何がありますかって言うと、みんなもう正確にちゃんと言う。で、これがもっと驚くのはですね、これミラノの人がやったんですけども、じゃあちょっと逆さま向いたと考えてくださいと、後ろ向いた、だから市役所の方向いたと考えてくださいと。ほんで右に何がありますかと聞くとですね、今度は今まで左でちゃんと言えたことが言えない。すなわち見たように思い出して皆さん。で、それは実際にペットを使った研究やらでも分かりますから、そういう形で、もう一度集めるっていうのがありますから、こう実際に思い出してた。だから絵っていうのはやっぱりまず間違いなくですね、詳細を覚えることってなかなかないです。で、ところがですね、まあやっぱりそれでも覚えてるものは別にこうちょっとエロチックで新しいものばっかりではないですね。で、それが先ほど言ったフランダースの犬で、フランダースの犬と掛け連想させておくとですね、まあこれルーベンスの十字架からキリストを下ろすところの写真ですけども、これがやっぱりまあ覚えてますよね。これがあったっていうのは少なくともね。だからそういうことで何かと要するに関わると要するに記憶ってできやすいということが、まあ皆さんお分かりになれたと思うんで、それを連合というんですね。だから記憶っていうのをもう一度長期にするときには必ずこの連合という作業が行われます。で、この連合っていうのができる時にですね、ものすごく難しいもの同士、
風景の絵とルーベンスの絵で連合させたって大体うまくできないんですよ。でそれは簡単なものと連合させると覚えやすい、あるいは皆さんがものすごくよく知ってることと連合させると覚えやすい。だからフランダースの犬っていうもう小さい時からも一生懸命読んでたものと、連合させて覚えやすいいうのが起こる。で一番やっぱり連合の相手方としていいのは感情ですね。だから皆さんが何かこう心を打たれるというのは全部これ感情の話で、心を打たれたことをよく覚えてるというのはやっぱりその感情に感情と連合させてるから。だからどんどん連合させることがいかに大事かって。で面白いのをぜひ考えていただきたいと思うのは、今言ったように先ほどの風景の絵をもう一度思い出せている、僕でも思い出せません。それはやっぱりその視覚をもう一度呼び起こすことの難しさなんですけども、しかし例えば咲いた桜が咲いたを今頭の中でちょっと弾いてみてくださいというと、みんなほとんどの人が思い浮かべられると思うんですね。かなり正確に思う。でそれはですね、音楽はやはり感情を伝える手段なんですね。決してその、ロジックではなくて、やっぱり音楽というものを要するに記憶の手段として使うというのは結構よくてですね、泣くよ、うぐいす、平安京というのも、世にだもんですわ、みんな。だからそういう話で、この記憶術っていうのをやって見てみるとですね、基本的には、この連合を強める方法を皆さん考えてるわけですね。で、この連合に関わる領域っていうのは脳の中でもものすごくたくさんあります。で、それはですね、先ほど言った、こういういろんなところで連合、この細胞と、場所と場所を全部連合させないかんですから、ちょっとこれ飛ばしますと、連合領域というのはですね、例えば運動に関わるもの、感覚に関わる、隣にはちゃんとそれを連合する領域っていうのがあるんですね。それから、一番人間で大事な前頭葉と言われているところは全部連合やです。でこれはいろんな体の全体をこう連合させて、皆さんの記憶やそれから判断をやるためにあるわけですね。他にも例えば感情と連合させるところですね。だから感情とここと連合させると覚えやすいのはそういうことです。あと聴覚、それから聴覚があると同時に聴覚の連合野がありますし、見たものに関してもここの連合野があります。ですからもう一回呼び起こしてくるときには必ずここを使っているんですね。だからこういう形でその僕たちっていうのはものすごくたくさんの連合野っていうのを持っていて、でこの連合野でいろんなものを再構成して思い出したり、いろんな情報として使ってるわけです。ですから先ほどこれたまたまちょっとウェブサイトで、ね、記憶術というところを調べるとですね、名古屋記憶術センターとかいっぱいありますけども、ともかく連合させっていうことが書いてあるわけです。だから皆さんその記憶術屋さんのところに行くと、結びつけたい情報同士を連想して結びつけるとか書いてあるっていうのは、もうまさに要するに記憶っていうのは僕らが自然に連合っていうものを使っているということを示唆している。で1回目の時にですね、前回にこの連合を人工的にやれへんかということが今行われているって言いましたけども、それはやはり今言った記憶でいうとですね、この前頭葉とそれから横の側頭葉というのは記憶の要するに先ほど言った陳述記憶とか意味記憶というものにものすごく重要な働きをしているんです。でそことそこを刺激してですね、要するに同じように同期させられへんかという実験が行われるということは、連合するということは何かということは、A という領域と B という領域がつながって活動として連合する、すなわち同期する、シンクロナイズするということです。でこれを皆さんは頭の中でしょっちゅうシンクロナイズする領域を増やしていったり書き換えたりすることで記憶を成立させているわけです。ですからその長期記憶っていうのは今言いますと、実際にはパッと見たものを、でこれはもう
秒単位で起こってきますが、それを、短期作業メモリーにします。でその時に、どうですかね、バラバラのものをもう一度再構成しますから時間かかります。まあ何十秒とかかります。でその中で一つのイメージを作ったものをまたもう一度いろんなところに分けて長期の記憶にしてるんですね。ですからいろんな形で多分物忘れが出てくるとかそういうものに関してはここの障害になってくるわけですね。ですからもう弱いところはもうバカみたいにあるというふうに思っていただいて、少々記憶がちょっと遅れてもですね、まああんまり気にされることはないんではないかっていう気はしますが、こうやって一旦長期記憶したものをまあ貯蔵しておく、被害にももう一度呼び起こさないかですね。でそれ一つ一つに関して全部あのいろんな、あのプロセス、いろんなものを集めてくることが必要なんですけども、僕らは自然にいろんな形で連合をさせてます。でこの時にですね、連合に最もいいパートナーが多分言葉だと思うんですね。で猿も他の動物もですね、言葉を連合の相手としては使えなかったんですね。でところが人間だけは言葉っていうのを連合の相手に使える。で言葉っていうのを考えてもらうとですね、これリンゴという音の並びですよね。で音の並びってまあはっきり言うとモナリザの絵よりは、あるいはリンゴの写真よりははるかに簡単ですよね。だからその表彰と言いますけども、表彰のまあ、あくまで情報量としては言葉の音の並びというのは極めてシンプルなんですね。だからシンプルなものと実際のものをこう連合さすことができることで、僕らは、違う記憶を記憶術というものを身につけたんだ。でそれはなぜかというと、リンゴ、みかんという言葉 を実際のみかんの頭の中の表彰と結びつけるとですね、このまあ、みかんもスイカも食べるものやっていう僕らの頭の中のカテゴリーに全部入っていきますから、もう自然に文法が入るわけですね。でそういう意味で多分人間がやっぱりうまく記憶を使ってこれほど新しい仕組みを作れたのはやっぱりこの言葉だろうと思います。まあ今日はその話はもう飛ばします。ですから、こういう、まあ、今言ったもう基本的なプロセスっていうのは大体分かってもらったと思うんですけども、実際それが本当かっていうことはですね、これなかなか実験では難しいですね。で脳のイメージング、あるいは動物実験、いろんな形で今記憶を研究しているんですけども、まあ、そんな話をここで一生懸命しても仕方がないので、まあ、最後やはりこういう問題が一番最初にこの記憶に例えば海馬とかどこあの、まあ、前頭葉が大事やということが分かったのは、これは皆さんが例えばこの前おっしゃったんですけども、例えば脳卒中を起こされた、あるいは外傷を起こした、いろんな形で、あるいは感染症で、脳の一部が障害されたっていうような患者さんの研究から、こういう脳領域の意味っていうのが分かってきたんですね。で記憶に関してはですね、まあ大体記憶障害はまあ皆さんすぐ分かると思いますけど、前向きの記憶障害と逆行性の記憶障害に分けられます。でまあ何か病気が起こる、でどっかが侵されるとですね、一つはもうこっから先全く新しいことが覚えられないっていう患者さんがおられます。でこれはもうまあ、よくテレビやらでも出てきますよね。もう前向きの健忘症と言いますけれども、もう要するにどうですかね、僕らもビデオでしか見て自分で患者さん見たことないですから、その、診察中に先生が外へ出て行って入ってくると、またあ初めましてでやるんですね。だからもう前向きの健忘症っていうのはもう前に記憶が積み重なりません。でまあ、そういう音楽家の話がよくテレビから出てますけれども、一生懸命努力して自分が何をしたかっていうことを全部書いていって覚え、脳の代わりに何かを書いていって覚えるということをやる。
やらざるを得ないですね。でところがこういう人は別に先ほど言った手続き記憶、歩いたりそれから走ったりピアノ弾いたりすることはできるんですね。一方僕らが一番よくかかるのはこの逆行性健忘、要するに物が思い浮かばへん。で人その中の特殊で割と近いものに関しては急速に、まあ、脳震盪を起こしたり、まあ、僕らもラグビーやってましたから、じゃあそういう時にボート何やいつはどこでどういうふうに走ってるか分からへんというのはありますけど、そういう、まあ、記憶喪失、短い記憶喪失ですね。で、それ以外にやっぱりみんな、まあ、皆さん僕も含めて一番心配するのが、まあ、逆行性健忘のものが思い浮かばないということですね。でこれ、まあ、YouTube 書いてますけど、これは有名なその前向きの健忘症の人のビデオがいっぱい出てます。見られると本当にびっくりしますね。でそういうことが起こるのかっていうことで、で実際にですね、前向きの健忘というのはどういうところで起こるかというのは、先ほど言いましたこの海馬っていうその、どっかな、エンコード、ここに関わるやつなんですね。ちょっと飛ばしますけども、結構ここですね、ここなんですね。だからもう要するに感覚してきたものをもう一度作業記憶、要するに1秒ぐらいで見てきたものを一つのイメージにまとめる間に時間かかりますよね。でそういうことをやってる場所がうまくいかないと、ここ新しい長期記憶が全く出ないですね、できない。だからこの前向き健忘の方っていうのはもうこの海馬か海馬に関わるこの辺のエリアがやっぱりいろんな形で、まあ実際には脳卒中はそんなに多くなくてですね、この有名な患者さんの場合は、ビールス感染ですね。でビールス感染でもう一人ものすごい有名な患者さんがおられてですね、これは転換の方で、なんとお医者さんが、周りを全部手術的に取り除いてしまったんですね。でそれでもう前向きの記憶、転換もなくなったけども記憶ができないっていうケースが2つ有名ですね。まあですからもう前どこが関わってるかっていうのはもう完全に分かっています。まあ、ただ患者さんはむちゃくちゃ少ないと思っていいと思いますね。でただね、ところが一方でね、逆行性健忘というのはもう誰でも起こります。もう僕らも今起こってますし、ただですね、極端なものはコルサコフ症候群というのがあるんですけど もう本当に全く過去がなくなるんですね。はっきり言うと、もうそう思い浮かびませんから、過去がなくなるっていうぐらいひどいのは、例えばアルコールの飲み過ぎとかですね、そういうことで起こってくる場合があると。でそれ以外にも血管性で皆さんが普通にいろんな形で、その何か思い出せない、あるいはあるものだけ思い出せないいうのは、全部これは脳のたくさんの領域が記憶にかかってるからなんですね。ですから少々忘れるっていうのはもう仕方のないことではないかなと思います。ただその中でもですね、やはりそのアルツハイマー病っていうのは皆さん一番心配されると思うんですね。だから最後その話をちょっとだけしたいんですが、アルツハイマー病っていうのはですね、こういう逆行性健忘でも前向き健忘でもないんですね。でこれはもう全体が要するに脳全体の病気だと思ってもらえばいいと思う。で実際アルツハイマー病のが進行するとですね、普通の脳の何分の1ですかね、これは半分とは言わないですけども、ものすごく全体がまんべんなく小さくなる。で一番最初はですね、どうしてもよく使う海馬とかそういうところに異常が始まるって言いますけれども、基本的には全体が収縮してくるというふうに考えられて、ですからアルツハイマー病のは単純に記憶障害っていう形で見られない方がいいと思いますね。で実際にアルツハイマー病っていうのはですね、例えば普通ではその障害されないような、
例えば前向きあるいは逆行性の記憶障害ではですね、意味記憶って言いますけれども、例えば、言葉の意味をちゃんと覚えてるかどうかとか、そういう結構高次の記憶は残るんですが、アルツハイマー病では起こされます。ですから症状全体で言いますと、もちろん最近のことを忘れる、これはもう別にアルツハイマーだけではないんですが、でやっぱり大事なのは今までやってきたことができなくなる。でこれはやっぱ普通 の、 逆行性健忘ではそんなに起こりません。それから、道に迷うのもそうですね。それからまず計画したりマネジメントができない、それから言葉が出ない、だから気分が変わりやすい、でやる気がなくなる、それから、多分睡眠ができずに時間が感覚がなくなっていって、決断力も落ちるっていうのは、これが普通アルツハイマー教科書で出てくるような症状ですね。ですからその決して記憶の病気ではないということが、アルツハイマー病の特徴です。ですからぜひですね、その逆行性健忘と前向きの健忘の一つかなっていうふうに考えずにですね、やっぱりかなり、重大、脳全体の重大な病気がアルツハイマー病で、これをやっぱり治すということがいかに重要かということをやっぱり、皆さんも理解していただきたいというふうに思います。でアルツハイマー病の場合ですね、ほとんどの場合は原因っていうか、そのなぜ起こってくるかというのがよく分かってるんですね。でそれ以外のものは、例えば血管性とか言って別に分けてもいいんじゃないかというふうに思われています。でそれはですね、アルツハイマー病の要するに基本は、例えばパーキンソン病と同じで細胞が死ぬんですね。でところがパーキンソン病の場合はその黒質という場所の細胞だけ死ぬんですが、アルツハイマー病は全体の脳全体の細胞が死ぬ。でその時に必ずこういうふうにこうプラークって言うんですけども、なんか細胞が死んだ塊ができるんですね。でこれのでき方の原因がよく分かってます。でそれは細胞の中ではそのタウタンパク質っていうのがあるんですけども、一種プリオンみたいな働きをする細胞が細胞の中でいるのと同時にですね、やっぱり一番みんな悪者やと思ってるのはこのアミロイドタンパクっていうやつですね。でベータアミロイドタンパクっていうのが脳の神経の細胞には全部あります。でこれがですね切れるんですね。でこれを切る酵素が2つあるんですけども、ガンマシクレテースとベースっていうのをこう2つあってですね、それが切れたものが固まって、周りに沈着して細胞を殺すんですね。ですから、このアルツハイマー病っていう原因がこれだけ分かってるわけですから、でしかも先ほど言ったように脳全体が萎縮する重篤な障害なんで、ぜひなんとか治したいという形で今いろんな形の研究が進んでます。で実際にそのお薬の治験もですね、第3層ぐらいまでいってるのもたくさんあります。でこれまで皆さんアルツハイマー病っていうと、エーザイが開発したアリセプトっていうお薬のことを、どっかで聞かれたことあると思うんですけども、これアリセプトっていうのはパーキンソン病のドーパミンみたいなもんで、パーキンソン病も次の時にちょっと話しますけれども、これは要するにアセチルコリンを増やすという働きがあるだけなんですね。すなわちアルツハイマー病でいうと細胞のが死ぬのを止めるんではなくて、細胞が少なくなっても機能をちょっと高めるっていう、こういう働きをしているものです。ですからいつかは効かなくなります。でところがですね、今先ほど言いましたようにこの塊ができるためにはここが切れないとダメですね。だからここを切らせないお薬ができてきています。
で、今日本ではエーザイがそのここを切らせない、こっち側ですね、こっちじゃなくてここを切らせないお薬のもうフェーズ3いってるんじゃないですかね。フェーズ3、これうまくいくかどうかもちろん分かりません。メルクもフェーズ3にいってると思う。でアルツハイマー病の難しいところはですね、まあ、早期診断して本当に効果があるかどうかにものすごい時間がかかりますよね。ですからそれを本当に待って、その認可していいのかどうかがわからないというのがあります。でもう一つはですね、このできてしまったプラークに対する抗体の治療が行われようとしています。でこれ抗体を脳の中に入ってくると、これが抗体で除去されちゃうんですね。ですからできてきたものを除去しようという方の考え方が あってですね、これもいくつかの会社でやってます。で残念ながらですね、ファイザーがやったフェーズ3 の第3層の治験は失敗したんですね。ですから、まあ、抗体の方法がうまくいくかどうかが、まあ、今のところまだ明確に言えませんが、なぜかというとですね、脳の中というのは抗体が入りにくいんですね。で体の外はいいんですけども、脳の中入りにくいんで、やっぱりなかなかこのタイプの治験というのは結構難しいやろなと思います。でそれ以外にももちろん死ぬのを遅延させるお薬であるとかですね、実際には細胞を移植してしまったらどうかという話もあります。ただ細胞移植はですね、パーキンソン病と違って現実的ではないなと思うのは、まあ、脳全体の病気ですから、これ、全部置き換えるというのはなかなか難しい。ですからやっぱりこの3番目までの治療方法が、まあ、これからちゃんとできるようになってほしいなというふうに思います。ですから今皆さん記憶のメカニズムに関しては、まあ、結構そんなに詳しいことを覚えてもらう必要なくて、まあ、ネットワーク自体が極めて複雑な、それからもう一つは記憶を決して写真のようには僕らは見ていなくて、バラバラにして脳の中に蓄えてる。だからこういろんなものが思い浮かばれないっていうことも普通にあるんやというふうに、まあ覚えていただくと同時にですね、やっぱりこういう記憶を犯すような病気っていうのはやはり脳の病気の中ではもう基本の基本ですから。で実際にこの記憶で言うと、まあ、今日はもう全然話しませんでしたが、言葉が出なくなる、あるいは音楽が弾けなくなる、それから道具も使えないという、櫛を逆さまに使うとですね、そういうような障害全部いろんな形で見えてきます。ですからこれほどたくさんの場所が参加しているがゆえに、これだけ、まあ複雑にあるということだけ覚えていただいて、まあ、今日は記憶はもうこれでしてですね、次はこのもう一つ皆さん意識、皆さんというものを作っていくときにもう一つ重要な、まあ、意識とそれから感情ですね、まあ、これを次は病気も絡みながらちょっと話をしたい。以上です、うん、西川先生、どうもありがとうございました、はいはい、うん、そうしましたら早速ですが、これより質疑応答のコーナーの方に入らせていただきたいと思います。ご質問のある方はおられましたら手の方を挙げいただけますでしょうか。はい、どうぞ、うん、あ、すいません、先週に引き続き藤木です。ある書物でですね、皮膚の細胞と脳細胞が非常に似ているというふうなことを読んだことがあるんですけども、皮膚は基本的に私は再生していると考えているんですね。ということは 脳も同じであれば再生する可能性があるというふうなことは考えられるんでしょうか。ですね、脳もかなりの年までは、細胞は再生ではなくてですね、実際に増えてます。で例えば最近の考え方ではうつ病の方っていうのは、会話なんですけども、そこの細胞の、ターンオーバーがうまくいかなくなってるんではないかということで、
細胞を増やして治療するということをやってる会社があるぐらいです。ですから皮膚と比べると要するにその再生能力は低いですけども、増殖能力はちゃんとあると。でただ最初にその皮膚と神経が同じところから、まあ、よく似てるとおっしゃったのはその神経が外反応からできてくるんですね。ですから発生の時に最初に皮膚でも神経でもない外反応っていうのができて、で皮膚がまあ落ち込む形で神経管っていうのができますから、でここの話をされてるんだと思います。でただやっぱり他の場所ででも、例えばもっと極端な話で言うと僕らの頭の骨とかですね、それから頭の筋肉っていうのは神経と同じものができてるんです。で体の幹の方はですね、今言ったようにその皮膚と神経とがよく似たところができるんですけども、頭の方はですね、神経になったものがほとんどあらゆるものになりますから、そういう意味ではどう思いますかね、そういうことを別に必ずしも神経と皮膚が似ている必要はないというふうに言えると思いますけどね。まあ再生能力はあります十分。はい、他にございませんでしょうか。はい、ありがとうございました。記憶がいろんなところで記憶されていて、写真のようではなくて、ね、バラバラだというのはとてもよく分かりやすかったんですけども、結局海馬というのはそのバラバラに記憶するための、まあ、司令塔みたいなものなんでしょうか。というかで一つは、はい、先に一つはですね、先ほど言った作業記憶っていうのがあって、パパパパッとこういろんなところでこうそれこそフラッシュのようにこう、興奮するわけですね。でそれを一つのイメージにするにはやっぱり全部をまとめる必要がありますよね。でその作業記憶をまとめていくのにまず海馬というのは必要 でまとまったものをもう一度分配するのにも必要やろというふうに言われてますね。それから最後にそのどう言いますかね、まあ、バラバラにあるものをもう一度思い起こすときにもいるんではないかとかいう話があって、でここに関しては今でも皆さんが議論しているところなんで、どれが正しいというのをすぐに言うわけにはいかないというふうに思います。ですから今おっしゃったように全体を調節はしてるんやというふうに考えておかれたらいいと思うんですけど、司令塔という言葉はですね誤解を生むように思いますね。まあ、先ほどロンドンのタクシーの運転手の会話が大きいということは、はいはい、まあ、細胞の数が多いし、うん、大きい、つまり細胞がこう、まあ、膨らんでいるわけですね。そうですね、他のところに比べて使ってるということですね。ということはどうしよう、司令塔みたいなものなのかなと私勝手に解釈したんですけども、実際にはですね、先ほど神経 のシナプスがわーっと変化する、あれ全部海馬の話なんですね。ですからあそこでの、シナプスの変化というのはものすごく大きい。で例えば一晩寝た時にも変化する場所のとしてはやっぱりシナプス海馬って大きいんですね。ですからそういう意味ではその全体の通り道になっていると言った方がいいのかな。なんかそのいい言葉はなかなかないんですけども、なんか司令塔というとですね、やっぱりトップダウンでものが決まるっていうふうに思っちゃうんで、それとまた違いますね。司令塔って言ったのに近いので言うとやっぱり前頭葉だと思いますね。他にございませんでしょうか。はい、どうもありがとうございました。いい、3つほど質問があるんですけどね、はい、1つは今脳という言葉、まあ、我々実際脳、まあ、私見たことないんですけど、まあ、例えば臓物で肝とかになりますよね。ああいう形をしたものなんですか。脳の実態です。肝、まあ、全然違いますね。例えば、それから神経の集まり、神経細胞とグリア細胞と血液から来たですね、マイクログリアっていうのがあって、で最後に血管がいりますよね。でこれがわーっと集まってる、集まって一つの海馬という、そうですね。ただ最初の頃に見せたと思うんですけども、
あのカハルの、もう要するに、こういうふうにもうきれいにちゃんとあの構造化してるんですね。でここそれからこれがどうやってできてきたのか、いろんな大変なことだと思いますね。それでそれは一つの表皮みたいなもんであの囲まれてるわけですか。あの海馬という一つの分野を構成してる。あ、そうです。そしたら まとまってるわけですね。ですから皆さんの脳もやっぱりある機能を持ったものがやっぱ固まってます。例えば感情のところで話をすると感情でもやっぱり、ものすごくいい気分になる場所、それから、まあ、嫌な気持ちになる場所というそういうものをそのひとまとめにしていることはもう間違いないですね。だから、昨日の新聞でそれこそもう記憶がちょっと言葉自体の記憶が忘れかかったんですけど、昨日の新聞でね、危険ドラッグ、はいはいはい、危険ドラッグ、はい、危険ドラッグを対応して神経細胞が破壊されるという記事が出てたんですよ。神経細胞が破壊されるというのはどういうことなのか。あの神経細胞いろんなお薬で破壊することはできますね。あのどういうことかっていうと、まあ、神経ドラッグがどうかが一番みんな神経毒っていうのはどういうものかっていう話でいうと強度に興奮する。だから強度に興奮させるとその興奮によって神経死ぬんですね。でそれ自身が例えば転換がなぜ危険かというとそういうことなんですね。だから転換はやっぱりもう全体の神経が強度に興奮しますから、それ自身でやっぱり細胞が死んでしまう、死滅するんですか。ですからそういう意味で言うと例えばその神経を興奮させられ、もう強く興奮させる、どう言いますかね、お薬っていうのはやっぱ危険ですね。でその危険ドラッグというのがどれか分かりません。で そういう場合は必ずまた再生はできるんですか。あのね、だから若い時はできるでしょうが、やっぱりこれ難しいのはネットワークになってますよね。でそれをちゃんともう一度再生できるかどうかっていうのは全然違いますよね。細胞がただ増えるだけでは何の役にも立たないわけで、やっぱりもう一度経験させるとですね、そのネットワークできませんよね。だからそこが神経の難しい問題で、ですからまあ先ほど質問いただいたやっぱり脳卒中を起こした後どう機能を回復さすかっていう話でいうと新しいものを開発させていくわけですね。でそのためのやっぱりやっぱり時間と努力がやっぱどうしても必要で、でそれで初めてできたネットワークがあって再生したと言えるんですね。でね、もう一つちょっと最近友達がそれで、1週間ほど休んでしまったんですけど、めまい現象というのがあるんですね、はい、でめまい現象というのはやっぱり神経細胞の一つの故障なんですか。というかもともと耳でですね、はい、僕ら要するに三半規管というのがあって、水平に保つためのいろんな感覚を持ってますね。それ全部どうしますかね、皆さんがこう押さえるタッチでのセンサーと同じものがあるだけのことなんですよ。でそこが、急に例えば水が回り出すとみんな芽生えされますよね。で、もちろん中枢の神経でそういうことが起こってくることも多いですが、やっぱ圧倒的にやっぱり三半規管の異常だと思ったらいいと思うんですね。異常というのは何らかの変化が起こったと。だから感覚できないとかそういうその神経が伝わらない、うん、で実際にはその、まあ、中耳炎も含めてそこがもう完全に破壊されてしまう人もいて、でそういう人はなかなかどう言いますかね、平衡感覚を戻すのって本当は難しいんですけどもね、まあ面白い仕事ですけども、そういう人にはですねヘルメットをかぶってもらって、で要するに水平感覚を常に脳にインプットするっていう機械を作った人がいるんですね。でそれでだんだん訓練すると立てるようになります。で一番面白かったのはそれで立てるだけではなくてですね、最後はヘルメット外してもちゃんと立てるんですね。だからやっぱり僕らは平衡感覚というものを
三半規管で感じてるわけですけども、それ以外のものでもう一度代償する、例えばスケートの選手が、あの目の動きでちゃんと変えたりしてますよね。それからそういうことで、もう一度元に戻していく、まあ一番最初の可塑性があるわけですね。可塑性というか、うん、あの、なんていうの、学習みたいですか。学習とは違う。学習は絶対必要ですけど、もちろんもともとはそれ使ってませんから。だからやっぱりあの他の場所を開発して機能を変えていくことができるんで、だからやっぱり僕らあの自閉症っていうと今すぐ皆さんもうどうしようもないと思われるかもしれないけれども、早くあの発見して、でもう一度回路の書き換えをすれば、それは別になんか電気つなぐわけじゃなくていろんな違う経験をしてもらう。だから例えばアメリカなんかだと音楽療法なんかやってますよね。すなわち自閉症の子どもでも音楽を通じたら他の人とちゃんとインタラクション、あの相互作用するんで、そういうことをやるっていうのは、で自閉症でね、一つだけでも皆さんぜひ考え方を、まあ、そういうふうにあの変えてほしいなといつも思うのは、自閉症っていうと僕らなんか病気の話をしてるように思うんだけども、実際には、やっぱり一つの、まあ、個性の多様性の一つやと。でなぜかっていうとですね、自閉症に関係する遺伝子って100ぐらいあるんですね。でまあどれかがやっぱりいろんな組み合わせで自閉症が起こってくるからこれほど多いんですけども、なぜこんなにたくさんの遺伝子がずっと異常のまま僕らのその何ていうか人類の中に残ってるかっていうのはものすごく大事な問題で、やっぱりある意味では自閉症の人も僕らの社会にとって大事だったかも。それ考えてみるとですね、まあ、今北朝鮮の問題もあるけれども、わあみんな行けとかで戦争に行け言うてる時にね、そんなことしてもしゃあないでというぐらいのまたこう冷静なやつがおるっていうのは、ね、世の中で結構大事で、多分今はまあそういう国家間の戦争って難しいけども、そうではなくて昔だったら村ごとでちょっともうあいつ許せんから叩けに行けとか言うて言うとったわけでしょ。その時やめときやめときって言う人がおったいのはやっぱ大事なので、多分これだけ自閉症の遺伝子が僕らはずっと維持してるんちゃうかなと僕は思ってますけどね。その神経細胞に関することなんですけど、で神経細胞というのはやっぱりアメーバみたいにぐーっと自分で選んで神経細胞って、神経細胞というか細胞というかシナプスのところでね、はい、こう接近していって伝達物質を放出したりしますね、はいはい、でああいうのはもう最初から固定されたものですか、増えたり減ったり。いやいや、だからもう本当に毎日毎日変わります。ああ毎日毎日変わる、はい、それは死滅したり再生されたり。そうです、刺激しなかったらシナプスはなくなります。代謝みたいな、はい、代謝とは違うんですか。あ、それはね、うん、代謝の場合もあるんだけども、今日もうそれはあんまり説明してないんですけども、形を変える文化ですから、やっぱりこれちょっと話すの長いんですが、エピジェネティックな変化で言うんですけども、そういう僕らの皮膚になってしまう、皮膚と神経が違うというような変化と同じようなことが起こっていると思ったり、はい、ありがとうございました、はい、うん、どうもありがとうございました、はい、ちょっと意識のことなんですけども、はい、私たち普通無意識じゃなくてその意識の部分で、今先生の言われたように視覚から入るものとちょっと音から入るものとその聴覚と視覚から入るもの、はいはい、それが合わさったものが、まあ音は時間的なもので、視覚っていうのはまあ一瞬で見えますけど、それが合わさったものがまあ私たちの言葉になってるというような考え方ができるんじゃないかなと今ふと思ったんですけど、あとね、言葉はね違うと思いますね。ですからもちろん言葉が一つの音の、うん、文字のない時は音の並びですから、今おっしゃったように時間の歩いてる時間に音がどう並ぶかっていうことが一つの表象を作りますね。で実際に視覚が例えば言葉というものを人間が、まあ発見したとしましょう。要するに、開発した時にどういう状況だったかと考えると、多分要するにこの言葉の音の並びと
視覚で見た何かの表象をリンクさせてるわけですね。ですからよく言語の人が語るんですけども、全く耳が聞こえない人は手話でやる。で、じゃあ手話っていうものは教えないとできないのかって、そうではなくて、ニカラグアの子どもたちでその200人から300人ぐらいの全く聾話の人たち集まっただけで自然に手話ができたんですね。でそうすると今おっしゃったように、その別に音の並びではなくて、こういうその文法もあるような、その今度は視覚だけが、そのはっきり言うと連合相手ですね。だからどう連合相手を作っていくかというのが多分言語の面白いところだと思います。それから、音とそれから視覚とそういうふうなものを全てが、意識されるかどうかも、まあ、次回やりますけども、意識されてないことの方が多いですから、ではそこの、重要なポイントですね。僕らは意識しないことの方が大事なんですね。その件に関して、その無意識、人間、まあ、今日先生のこう人間の意識とか脳というのは素晴らしいと、とにかく考えられへんようなネットワークを持って超複雑と、っていうことなんですけど、まあ、それとあとそのフロイトの言う無意識で、私たちの行動っていうのはよく無意識の部分で行動していると、それによって制御されて規制されて、非常に辛いことも自分の頭の中で、今言うた無意識の中の連合っていうのが連想っていうんですか、起こって延々とそれで苦しむと、精神的な病っていうこともそこから起こることが非常に多いと思うんですけども、まあフロイトはそう考えたとして、ね、まあ、原因はそういうところにあるというような、うん、まあ、それは実感として体験としてそういうふうに私も思うんですけども、うん、意識だけで決して物事を主観と客観だけでは考えられないと、無意識のどうしようもない部分、差がっていうんですか、業っていうんですか、それで皆さん苦しんでる人が現代人非常に多いと思うんですけども、そういうようなことのその脳科学的な研究、まあその感情とか、まあクオリアとかいうような、こうそういう、まあどうしようもないこの制御、普通の人はできないというような意識によって、うん、それを何とかする方法があるのかと、逆に何とかしてきたから人間があるんだろうと思いますね。というのは例えば、どう言いますかね、やっぱ感情っていうのを人間、例えばこの前もちょっと宗教のこと聞かれましたけども、例えば、中世以来のキリスト教文化ではかなりこうどう言いますかね、道徳的な、まあ、絶対的な道徳的なものが人間を制御しているっていうふうにやっぱ考えてきたわけですね。でその中でやっぱフロイトの意義っていうのは、もっともっとこうそのリビドーっていうか、そういうものが人間を本当は動かしてるんやと。で実際にそういうことを考えた人っていうのは別にフロイトより前にもちゃんといて、例えばスピノザっていうオランダにいた人がいるんですけども、スピノザのエチカっていうのを読んでもらうとですね、彼なんかやっぱりもう、善悪っていうのは好き嫌いやと。でただ彼はやっぱりもちろんその当時それに生きていかないかんですけど、やっぱりその好き嫌いをどう人間を克服してきたかっていう問題で、それが理性であると。でその理性でその好き嫌いをどう克服するかっていう問題として、スピノザはやっぱりエチカを書いてるわけですね。ですからそういう発想で考えていくと、やはりだから無意識と意識っていうことを考えるんじゃなくて、僕らの自己を書き換えるときに、僕らはその、まあ、多分ほとんどの動物ではない理性を持ったわけですね。ですから、まあ、今回はそれそこまでなかなかいけないですけども、ぜひまあ梅雨の時にはそういうより高次な問題ですね、道徳であるとか、そういうものが、まあ、進化学的にどうなっているのかとかですね、そういうことをやっぱり考えている人はおってですね、まあ面白い話いっぱいあるので、まだできたらそういう話したらいいかなと思いますけど、それともう一つあるんですけども、はい、私たちが物事を決めるときに、はい、意思っていう言葉を使って、はいはいはい、よく私の意思ですとか私のそういうあれです。でもその最近の脳科学ではその意思が働く前にもう
その、まあ、無意識の部分でもうそれは決定していると。ただ意思は認識装置であったり記憶装置であったり、それはね多分間違ってるんで、それはね有名な哲学の人がすぐ引っ張りたがるリベットの実験っていうのがあるんですね。おっしゃるので手術中にこう記録してて何かしたかいつしたと思ったかっていうと聞いたら先にこの手が動くシグナルがどう言いますかね、自分が考えた時のシグナルより早かったという脳科学者の実験があるんですよ、リベットの実験で。それを哲学の人はすぐ取ってくるんですけども、実際にはそうではなくて先ほど の海馬の話で言ったんですけど20秒とかそういうその今僕らの脳の中の今っていうのは決してシャープな今じゃないですね。すなわちいろんなものをもう一度その再構成して今がずっとつながってるんで、ですからそういう発想で考えるとあまりその、昔から言われてるその自由意志の問題を、脳科学的に考えてしまわない方がええと。わかりました、はい、どうもありがとうございます。それでは本日はお時間となりましたのでこちらの方で、終了とさせていただきたいと思います。西川先生、本日もお忙しい中、本当に大変ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。そうしましたら、来週、次週11月21日ですね、今回の脳の進化と意識の締めくくりとなります最終回がございます。こちらの方も開催いたしますので、また来週もご参加のほどどうぞよろしくお願いいたします。そうしましたら、すみません、どうぞ。いやいや何も、もう、はい、そうしましたらお帰りの際また出口の方でアンケートの方を回収させていただいております。前回とはちょっと質問事項が変わっておりますので、また今回初めてご参加されてました方はアンケート用紙が2枚にわたりますけれども、両方ともご回収させていただきますので、どうぞアンケート用紙の回収箱の方によろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。